ファンネル、いけ、強い。3つの敵か。やられる、やられはしないけど、まだ敵が無邪気すぎる。ニューガンダマ伊達じゃない。あと15秒。ふざけるな。たかがエリア1つ、ガンダムで押し出してやる。しゃあ、世直しのことを知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。こんなことに付き合う必要はない。爆走している機体だってある。もういいんだ、みんな下がれ。あ、ガンダムの力は。どうも皆様こんにちは、グリードです。我々は3年待ったのだ。というわけで、ついにガンダムエボリューションコンソール版スタート、シーズン2スタートというわけで、動画を撮っていきたいと思います。僕はただのガンダム好きの FPS プレイヤーなんですけども、最近ね、ガンダム専用チャンネルを作ったんですよ。今回の動画は、ガエボね、シーズン2初動画兼ガンダムチャンネル宣伝用動画です。現在の予定としては、今後のガエボ動画はそのガンダムチャンネルの方で上げようかなと思ってますので、皆さんガンダム好きの方はぜひチャンネル登録お願いします。ガンプラ動画とかガンダムクイズとかもね、こっちに上げてるので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ついに来ました。僕が一番大好きな機体が来たので、もうこれ撮るしかないでしょう。もう買いましたけどね。ニューガンダム！ガエボにもついにニューガンダム来ましたよ。で、僕が買ったのはね、このショップにあるね、なんかアイテムセットにあったこちらですね。モビルスーツパックみたいなやつ。で、これを買うとね、そのニューガンダムと、このアナザーコードで、ちょっとね、ハイニューっぽいカラーのニューガンダムがゲットできるんですよね。どうせならハイニューガンダムにして欲しかったけども、忘れてました。まず検索の前にね、このニューガンダムの操作確認をしておかないといけないですよね、そりゃね。今回のニューガンダムはタンクキャラみたいなので、動作的にはそんなに早くはないです。ブーストも1回しか吹けない。ビームライフルの威力としてはそこそこかな。ニューガンダムのビームライフルってエネルギーパック形式だったっけ？こういう風に ADS ね、覗くこともできますと。基本的にね、普通のガンダムと一緒で、覗いて基本的に撃った方がいいと思うな。こっちだと、でも結構まとまるかな、覗かなくても。で、サブ攻撃一つ目は、これ背面バズーカですね。一人称視点だと普通にバズーカ撃ってるように見えるけど、確か、PV とかだったら、こう、背面バズーカでクルリンパしてるはずです。確かに、ビームライフルを当てると、ピンファンネルが、そうだね、そう。こう、ビームライフルを例えば3発ぐらい、これぐらい当てると、ピンファンネルの量が多くなるという仕様。これめちゃくちゃ強くないか ?2 発当てると、ピンファンネルがこれぐらい。で、1、2、3、4。これで、ピンファンネルの数上2つになったね。これだと、何機出てるのかわからないけど、これめちゃくちゃ強い気がするな。そして、ウルトの方は、やられるの、これです。ピンファンネルバリア、なぜか四角。本当は三角。あれ？しかもこれ、ウルト発動中、ピンファンネルが1個勝手に攻撃してるんだが。タンクだけど万能キャラじゃないのこれ。というわけで、もう早速、使っていきましょう。よし！ニューガンダム選べた！よし！まずここからだ。これ何試合目だ？ 3 試合目、4試合目ぐらいかな。もうマジでニューガンダム最初選べないのよ。よーし、やっと始められるぞ。すまんが。みんなの命をくれ。そう、ニューガンダムね、大きいんでね、他の機体がちょっと小さく見えますね。ということは、当たり判定もでかいということだが、大丈夫だろうか。タンクなので体力は多いし、シールドもあるし、ガンダム、行きます！まず左からだ。ここはポイントキャプチャーですね。地点をどんどん取っていく。で、今、ビームライフルをね、2発ほど当てたら、サザビーにね、ファンネルマークがつきましたけど、これで行け！ファンネル！結構出して、おお！すごいダメージじゃないか！こいつは、強力すぎる。そいつ、行け！ファンネル！違う方向行ってない？ファンネル。まず、僕、やっぱりニューガンダム目立つのか、すごく、集中砲火を食らうな。みんな、ダメだ。これではダメだ。みんなもっと集まるんだ。体力まずい。赤色。シャアじゃないのか。よし、行くぞ。敵はパワーダウンしている。押し込め。よし、3連続キル。そこだ。ダメだ。さすがにやっぱ、タンクなのでそこまでダメージというか、単体でこう、ガシガシというわけにはいかないな。行け、ファンネル。いやでも、ファンネルやばいわ。やっぱやばいわ。そんなことなかったわ。全言撤回。しかし、こっちチームがなかなか集まってないな。もっとみんな、集まるんだ。
これではシャアは止められない。いけ、敵が強い。これはもっとみんなになら分かるはずだ。もっと力を合わせるんだ。これはうかつに近づくんじゃない。一人で行くな。これはみんなで集まろう。くそ、ファンネルを使いたい。リュウさーん、2階級特進アタックされてしまった。いけファンネル、いいぞ、俺たちならできるぞ。よし、みんな集まれ。3つの敵か。やられはしないけど、まだいけファンネル。そこ、くそ、無敵モード使われた。まずい、これはまずい。あれ、全然後ろついてきてなかった。待って全然後ろついてきてなかったわ。頼む、蘇生を。これやっぱ難しいな。やっぱシールド出してる間さ、ノラでやってると後ろに味方がついてきてるかどうか分かんないからさ、なんか難しいね。敵さん、ちょっと、それは、そう、敵が無邪気すぎる。そこ、いけ、ファンネル。いや、楽しい。強えわ、やっぱりファンネルは。ユニコーン。向こうの方がサイコフレームの量は、多いとて。ニューガンダムは伊達じゃない。シャア、うわー、くそ、待て、頼まし。リュウさんをやって、あと2分半、いけるのか。しかし、やってみなければわからん。しゃ、そこ、情けないやつ。しか、体力がない。くそ、回復もない。ない、上にユニコーンだと。これはまずい。ヘイトが高すぎる。いけ、ファンネル。くっ、敵の圧がすげえ。いけ、ファンネル。これファンネルやばい気がする。よし。で、これでエリア取って、で、敵がもう一、ワンウェーブ来た時に出そう。ファンネルを。ファンネルバリア。あと15秒。ふざけるな。たかがエリア一つ。ガンダムで押し出してやる。あ、無理かもしれない。やられる！いや、やられた、本当に。ニューガンダムね、結構やっぱヘイト高え、タンクだし。で、サザビはシールド使えるんだけど、ニューガンダムシールドないんだよね。構えてる時は。だから結構ね、タンクだけど結構溶ける。ちょっとこれはまずい。しゃあ、貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。うん、そこダメだ。もうこっちツーダウンしてるからもう無理。うかつだぞ。いけファンネル。いや、強い、やっぱ強いわファンネル。隠れた敵も追尾すんな、ほんと強いわ。そしてチャージも早い。ファンネル、いけ、強い。そこ、ニューガンダムは伊達じゃない。あ、本当にこれはまずい。もう一人、いけファンネル。で、バズーカのコンビネーション。強い、いいぞ、ウルトは 62%。邪気が来たか。ダメだ。ガーでも使うしかない、無理。ボコボコじゃないか。さあ、今んとこね、まあ、数試合やってるけど、本当にボコされてます。ニューガンダムやっぱね、一人でどうにかできる決定権がね、決定力があんまなくて、本当にちょっと後方支援というか、やっぱりね、前線上げは他のやっぱ攻撃キャラにやってもらわないとかなり厳しいです。よし、一つ。もう一ついるぞ。そして、OK! いいぞ、いいぞ。なんか今回結構味方ガンガンいってくれる。やっぱ結構ね、広いマップの方が立ち回りやすい。ウルトもね、格闘機体には、バリアが通用しないんでね。いけ、いいぞ、前に出すぎるな。敵まだ来そうですね。いけファンネル、そこ当たれ。おお、ニューガンダムは伊達じゃない。当てた、よし、これは勝てる。いけ当たれ。どこだシャアは、どこだ。いた、シャア。世直しのことを知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後では、その気高い革命の心だって、官僚主義や大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って、世間からも、政治からも身を引いて世捨て人になる。だったら、このセリフ好きで、もうちっちゃい頃から覚えてます。ね、気持ち悪さ全開でいきますよ。あと20点 !20%! いや、しかし、やってみなければわからん。こんなことに付き合う必要はない。爆走している機体だってある。もういいんだ、みんな、下がれ。ガンダムの力は、勝てない、今日勝てない、一回も勝てない。人の心の光を見せられない。初の動画で見せられない。
ちょっと待って、今日待って、3時間以上やって一勝もできてないんだけど。さあ、次のマッチ、なんと、新マップでございます、皆さん。新マップが来ました。どうだろう、すごいなんか、街が、なんか、岩影棒じゃなくて、バトオペっぽい雰囲気ですね。よし、行け、ファンネル。そこ。あ、ん、なるほど。あ、中継地点は左なのか。なるほどね。中継地点取りました。よいしょ、次はこう行って、味方さんがボムを設置してくれてますね。ありがたい。味方さんパーティーっぽかったからね、結構連携取りやすい気がする。あ、後ろ。そこか？ん？敵も中継地点をしっかり制圧してくるな。本当にニューガンダム無理はしてはいけない。すぐ溶けるからな。いけ、ファンデル。敵のファンデルも来たか。さらに、二つ！いけ、ファンデル！隠れても大丈夫！耐え一気。そんなもの。このマップはそうですね。まあ、すごいシンプルで見やすくていいんじゃないでしょうか。今のところは。見える。僕にも勝利が見える！よし。溜まりましたね。やべ、ファンネル撃たれてる。味方に合わせて、行くぞ！邪気が来たか。どこかに、あのね、集中さ、メタスが落ちそうじゃないか。くそ、逃げられたか。いや、もう、とりあえずいい。耐えでもいい。当たれ！一つ。蘇生はさせない。あともう一つ、上。蘇生もさせない。いいぞ。なんか、ソロモンの内部みたいな感じになってきたな。いいぞ、設置。すごい、なんか、味方さんにパーティーが来ると、ここまで違うのか。バズカだ。よーし。見える。ん？あ、なんか、え、閉まっちゃった。なるほど。あ、シャアだ。情けないやつ。よし。いいぞ。圧倒的じゃないか。やっぱりね、ほんとね、ニューガンダムはほんと前線上げてくれるキャラがいると、より際立つね、強さが。こうね、前線の人がこうやってね、削ってくれたキャラをファンネルで追尾するという。このコンビネーション。いけ！こちらも !7 番バズーカだ！よし！やっと、なんかやっとニューガンダムらしさというか、ニューガンダムの強さが発揮されている。攻守交代後半戦でございます。中継地点は取られたが、復活だぞ、一人で。で、隠れても、このファンネルで。よし！もう一つ。どうだ？中継地点取られたから、右側からね、右レーンから来るはず。もう設置されてる。まずい。いけ、ファンネル。くそ、隠れられたか？いや、いける。ニューガンダム落として、で、バズーカでジムを牽制しつつ、まずい、爆弾を仕掛けられてる。で、ファンネル。僕、会場行けるかな？いや、フィーファンネルでかいな。こりゃ的になるわけだ。よし、解除は完了。しかし、ヒーラーがやられてしまったので、かなり厳しい、これは。いけ！そこだ！いいぞ、いいダメージ出せる。なるべくヘッシュを狙いたいが、どれが頭かわからん。リペアケーブル、ヒーラーのメタスが回復してくれてる。そこ！ニューガンダム落とした。B 設置されたのか。B は下なので、よし、シャアと一緒に降りよう。でもジム一人だからな。シールド硬いね、やっぱり。しかし、やってしまえばこっちのもの。まずいな。目をつけられてる。ジムはとりあえず阻止した。これ結構厳しいね。いや、行け！ファンネル！まずユニコーンから。そしてもう一つ、ニューガンダム。いけ！よし！会場僕がしよう。なんかシャアなのか？なんだそのバナナ色は。間に合え！ニューガンダム伊達じゃない！いいぞ。活躍できてる。次は A 地点、上を設置されたのかな？ああ！会場がやられ、ああ！どんどんやられて、見た！ボム以外を見るんだ。まず、こういう無理な時は諦める。とにかく味方とね、一緒に前線を合わせることが大事だから。
はい、よし、落として、コンソール版もね、コンソール版来たら、とりあえず、パッドでね、PS 版でやってみようかなと思います。本当はクロスプレイあったら嬉しかったけどね。その中にニューガンダムのワンショーがいるんだ。あと一押し、ショクラの力を。ニューガンダム落とした。もういない？よし、解除。勝てる。勝てるぞ。一体、いつぶりの勝利なんだ。見えるよ、ララ。僕にも勝利が。で、ファンネルを出して、OK。ペイル落として、エクシア落とした。で、今度これ、また上が設置されてる。あ、いい感じに。あははは。よっしゃ、やっと勝ったよ。ありがとう、みんな。ガンタンクかーい。いや、ジオリジンカラーっぽいガンタンクだな。よーし、というわけでお疲れ様でした。いや、味方のおかげでしたね。というわけで次回はね、コンソール版にちょっとやってみたいと思うのでよろしくお願いします。皆さん、ガンダムチャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。では、起動します。Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun.